からね、お尻をしっかり触っていきます。で、頭からね、腰神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか、頭の疲れ、背中の疲れとして頭が間違えてしまうことって多いんですね。で、それをね、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは痛いんですね。頑張ってください。お尻も痛いんですよね。ですよね。こうしますね。で、今からね、触ります。ここ。これこれ。よいしょ。うわ。痛い。来たこれ。よし。レッツゴー。レッツゴー。取れるか取れてきた。これからね、またね、悶絶整体三つのもので、ね、音声ガイダンスを始めていきます。この方ね、結構ね、痛がってたんですけれども、まあそこまでギャーギャー騒ぐほどではなかったので、これから音声やっていこうかななんて思っております。で、なんで音声なのかって言ったらね、やっぱり音声の方がね、録画収録が早いからっていうのもあったりするんですね。で、意外とね、このね、悶絶整体のね、三つのもので、ね、喋り方をね、楽しんでいただければなと思います。で、今ここをね、押さえてるのね、今も悶絶整体 MAX2 ではだいぶね、外側抗筋をしっかり緩めていくので、ここの梨状筋の部分とか、大臀筋のあたりとかいうのはね、だいぶね、痛みが減ってきているんですけれども、やっぱりね、初めての方っていうのはね、このあたりがよく疲れることが多いです。で、ここはどういうふうなことになっているかって言ったら、椅子の座りすぎであったりとか、まあ、座り仕事だったらやっぱりここ硬くなりますし、運転仕事の方もやっぱりここが硬くなります。で、なおかつ立ち仕事の方も意外とね、立ち方によってね、この辺りが硬くなるので、どんなお仕事をされている方でもやっぱりここの場所がね、疲れが溜まりやすいポイントっていう風になってきたりします。なんでかって言ったらね、やっぱり人間の体の中の下半身っていうのは、全体重、全筋力の 70% を占めている一番ね、大きい筋肉ですから、そこの場所をね、しっかり緩めてあげるっていうのがやっぱり効果的なんですね。で、私ね、口酸っぱく何回も言ってますけども、やっぱり下半身を温めろとか、半身浴しろだったりとかね、その足の疲れをしっかり取ってあげることによって、やっぱり上半身の疲れを取ってくれたりするものですから、ここをね、しっかりとね、緩めてあげることがやっぱり重要になってくるんですね。なので、力でね、しっかりね、自分で緩めていこうと思えば、やっぱりお風呂に浸かってあげることとかだったりとか、毎日ね、1万歩ぐらいね、目安にしてね、歩いていっていただいたりとかね、してね、よく足を使ってあげることなんていうのをやってもらうといいです。で、私ね、いろんなね、体型の年齢の方、まあ、30代から70代ぐらいの方をね、こうやってね、施術させてもらうことがあるんですけれども、やっぱりね、その中で健康で元気な方々っていうのは、どういう風な方が多いかって言ったらね、しっかりと歩いてる方とか、しっかり養生されてる方なんかはね、やっぱりね、すごくね、体の疲れというかね、健康体であったりとかしますね。で、もう一つね、やはりね、やっぱり立てなくなっちゃうとね、急激にね、老けちゃいます。で、老けちゃってね、もうっていうぐらい老けちゃって、もうダメになっちゃいますから、できる限りね、歩いたりとかね、畑仕事したり、まあ何でもいいですよ。ゴルフでも何でもいいですから、まあ主婦の方だったら、まあ家掃除してみたり、庭仕事してみたり、何でもやってみてください。で、その例をね、やっぱりやり続けてね、体を動かしてあげてるっていうことが、やっぱり健康の秘訣だったりするような気がいたします。ですので、皆さんもね、なかなかね、足を緩める時間がないとか、自分の体にね、お金をかける時間がないとか言われる方は分かります。その気持ちも分かりますよ。そういう時はぜひ悶絶整体三つの部に来ていただいてね、痛めつけられる楽しさを、あおどっとっとっと、間違えました。解放された気持ちよさが、心地よくずっと続くっていうことを覚えてみてもいただいてもいいんじゃないかななんて、悶絶整体三つの部、私は思うわけですね。で、ここね、やっぱりね、梨状筋をね、こういうふうにね、しっかりとね、緩めていくことによってね、やっぱり座骨神経痛なんかもね、すごく改善するんですね。なのでね、ここの座骨神経痛をしっかりとっていってる場所でもあったりします。おっと、そろそろ場所が変わりますね。では今度反対側の方、じゃあちょっとこれからね、どういう風な反応されるか、ちょっと聞いてみましょう。はい、足もね、ようこうしますね。よいしょ、ここ、
右全然柔らかいね。左の痛さに比べたらマシやけど、でも痛い。痛い。そこが痛い。これが痛い。痛い痛い痛い。ここが痛い。分かってます。痛い。これ。痛い。全然痛い。ピンポイントで痛めつけてます。ちょっと優しく。無理。はい、では今からねまたね始めていこうかなと思っています。やっぱりねちょっと痛がってましたけれども、そこまでギャーギャー言うほどでもなかったんでね、副音声で音声をねちょっと少しね下げてますから、私の声を聞きながらその痛さをちょっと聞いてもらえばいいんじゃないかなと思います。で、当チャンネルね、モゼ生態三つの棒しっかり見られてる方はよくわかると思うんですけども、右側の痛みと左側の痛みは違いますよっていうふうに言ってますよね。左側は対人関係のストレス、そう、あいつだよ、仕事のあいつ、社会の問題とかいろんな原因がね左側に出てきたりとかします。で、右側はって言ったらやっぱりね、気温の寒暖差とか時間に追われてるとか、そういうふうなことがね、多かったりとかすると、あと硬くなったりしますね。で、特にねやっぱり、ね、運転をされる方なんかはね、右から乗って左から、左から乗って右に降りるとか、トラック運転手のね、の乗り降りが多い人とかはやっぱりここがね痛くなったりとかします。あとね結構ね教師とかね、目の前に立ってね喋る人なんかもね、この辺とかがねやっぱりどんな仕事でもそうですね、右だったり左だったりこの辺りが負担がかかるようにできちゃってるんですね。人間の体どうしてもこの辺りが硬くなりますから、ここをしっかりと緩めてあげることっていうのはやっぱり効果的なんですよね。ですからね、ここをねしっかりこうやってね指でねぐいぐい押さえて力の、筋肉を緩めていく。で、この筋肉っていうのがどういう風になったかって言ったらね、おっと思う、今回ここら辺まででしょうかな。あ、ではでは、また次回。以上、モンゼ生態三つの部、チャンネル登録よろしくね、また見てね。以上、じゃあまたね、バイバイ。モンゼ生態三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い。詳しくは概要欄、メンバーシップも始めたよ、待ってるぜ。